ラジオネーム三平、ニュースポストセブンというサイトにリア充代行業者を利用してインスタにリア充写真をアップし続ける40代女性のインタビュー記事が掲載されていました。同世代の友達は結婚して子供も産んで SNS に運動会や家族旅行の写真を投稿しています。独身の私はそういう写真を見るたびに追い詰められる。自分も幸せで華やかな人生を歩んでいるところを誰かに見せたいという思いでリア充代行業者を利用しています。リア充写真を投稿していいねをもらうことで他人の幸せそうな写真を見ても不安にならなくなりました。目覚ませクソババア嘘で固めたババアの写真なんざゴミじゃねえか。リア充の価値観丸飲みしたら終わりだぞ。お前はお前らしくゴミ箱みてえな部屋で一日中ゴロゴロして腹減ったらもろこし食い散らかして誰も見てねえミクシーに汚ねえケツの写真でもアップしてろ。いやいやいや、それが女ワンカッパーへの近道だろ。高みで待ってるぞ芋ババア。お前が高みにいるんか。ワンカッパーの高みだと思ってるから。ワンカッパーの高みって何なんだよ。上質なワンカッパー、うん、2杯飲むくのかな。いやでも2カッパーじゃないよ。すごいバカバカしい。ラジオネームお湯、先週収録回だったため2週分溜まってますのでトピックスを短くまとめてお送りします。サエコ社長と破局、片岡鶴太郎氏離婚、嫁がヨガ中心の生活についていけないという至極真っ当な理由、甲子園出場の監督、文武両道なんて無理、うちは野球しかやらせない、対戦相手の子がかき氷を食べてたけどうちは許さんと言ってたが1回戦敗退、かき氷を食べてた高校はベスト8まで進出、世界陸上日本は男子 400m リレーと男子50キロ競歩でメダル獲得、日本人は短い距離を走るのと長い距離を歩くのが得意という不思議な国民性に、増添前都知事現在月収11万、ワンカッパーの仲間入りマジかと。鶴太郎さん、そうですね、うん。何なの？ヨガ中心の生活。サバンナの八木くんの膝中心の生活じゃない。ギャグみたいなことじゃない。ギャグじゃないよ。大真面目に7時間前に起きるんだ。120歳まで行きたいですね。そんな感じで。そんな感じで120まで生きて楽しい。それがでも生きる喜びなんでしょうね。もう世界にはもう鶴太郎さんしかいないだろうな、その子の。絶滅して地球が持たない。怒られるぞ。そこまでの少子化じゃないでしょ。ラジオネームファーブル昆虫記、ビッグダディこと橋本清氏、林下清氏、はい、AV 出演決定、それについてブログでこんなこと言ってたな、今までもそんなオファーはありましたが全く気持ちが動かなかったのは単純に面白そうじゃないという理由ですし、今回お受けしたのも面白そうだという単純な理由です。何ごちゃごちゃ抜かしてんだ。可愛い AV 女優とセックスできるなんて童貞にとって最高のご褒美じゃねえか。何も考えず無条件で飛びつくのが真の童貞ってもんだろ。俺なんか筆下ろし企画に応募して何回も落とされてんのに、少しテレビでチヤホヤされたからって童貞のくせにセックスブルジョはぶってんじゃねえよ。え？ビッグダディは他の男優と女優にセックスについて抗議する役回り？絡みはなし。なんだよ、ビッグダディのなんだよ、ビッグダディのジャンピング土下座と中出しダディが見れるわけじゃねえのか。じゃあ、どっちにしろ見ねえわ。なんで童貞なんだよ。そこをちゃんと簡潔に言っていただかないと。あんな子だくさんの。ラジオネーム、うん、やんでらっしゃる。ほのぼのした音楽が。大丈夫、サイン Z。
SKE48 松村香里さんがファンから変なシミのついたぬいぐるみをもらったことがあると告白。松村さん、僕の送ったプレゼントが無事届いたようで安心しました。おっとっと、そのぬいぐるみ捨てるのはもったいないですよ。試しにシミの部分を軽くこすって匂いを嗅いでみてください。ほら、なんだかイカの香りがするでしょう。そうなんです、そのぬいぐるみ、僕の遺伝子が染みついたちょっと特別なぬいぐるみなんです。可愛がってやってください。それが怖えっつってんだよ。それが怖かったっつう話だろ。バカだな。タゲトンもバカだから。遺伝子っていい言い方しますね。バカなんじゃないの本当に。ね、ラジオネーム AS、顔も頭も胸も人生もすっかすかのザワチンさんがツイッターとインスタグラムでダサいポエムを披露していました。正面を向くひまわり、上を向くひまわり、下を向くひまわり、気持ちよさそうに上を向き、枯れる時には下を向いていく、風が強い時はお互いを支え合う、なんだか人間みたいな感じが好き。どうもプレバトでね、俳句の採点をしてます夏井いつきです。今回は俳句ではありませんが、このポエム採点しようと思います。まずひまわりを人間に例えるという表現、これは大昔からね、何千万という人間がすでにやってることです。この時点でまず2番煎じどころではありませんね。仮にこの例えを使うとしても、ザワチンさん独自の視線が盛り込まれていればまだ見ることもできようというところですが、それもありません。全くオリジナル性がなく、あなたのメイク同様誰かの真似をしているだけですね。判定は、才能なしです。ちなみにね、私なら、まあこう変えますね、このポエムをね。正面を向くチンコ、上を向くチンコ、下を向くチンコ、気持ちよさそうに上を向き、行った後は下を向いている、風が強い時は皮をかぶる、なんだか人間みたいな感じが好き。これでちょっとはポエムらしくなったでしょう。人の顔真似ばっかしてないでね、もっと勉強して出直してきなさい。いろんな人に怒られる。どうしようかな。そうですね。長崎、ラジオネーム長崎チンポン。クソガキこと寺田心くんが、ヒルナンデスに出演をし、90分で足が速くなるマル秘練習法を使って、本当に足が速くなるか検証していました。結果は検証失敗で、練習前よりも遅いタイムとなっていました。おい、寺田。残念だったな。お前いつも猫かぶって可愛い子演じてるけど、お前が必死に走ってる時の顔、鬼みてえだと。世間の連中はお前のこと天才子役って勘違いしてるみたいだけど、俺は騙されないよ。俺は知ってる。お前が生粋のマッドサイエンティストだってことをな。何を言ってる。意味がわからない。なんでマッドサイエンティストなの。急なんだよ。どうしようかな。見てるな。ちょっとかな。すごい、確かに溜まってそうですね。ラジオネームホルヒス君。偉い人ことロシアのウラジミール・プーチンさんが、激しい雨が降る中、無名選手の墓で行われた式典に傘を差さずに出席をし、記者になぜ傘を差さないのかと問われ、こんなことを言ってたな。式典の際、私は何かを考えてたわけでも決断を下したわけでもない。頭の中にこうすべきだという思考が浮かばなかった。それは決しておかしなことではなく、私たちは砂糖でできていないし溶けない。予期せず雨が降ったが、雨は突然降るものだ。
どうやらあんたなんか傘をささないでこんなこと言っただけで世界中から褒められてるみたいじゃねえか。まああんたが偉いのは俺も認めるけどな。だが我らが有吉軍曹はなんかめんどくさいっていう理由で傘をささずにずぶ濡れだぞ。偉いだろ。かくいう俺もな、なんか傘買う金ないっていう理由でいつもずぶ濡れだ。どの世界にも上には上がいるってことを知ってもらいたくてちょっときつく言っちゃったけどな、俺はあんたのことを同じ傘なし仲間として応援してるからな。これからも頑張れ。おい、雨降ったらすぐ傘を差す奴ら、そろそろ恥を知れ。ヤクミツル、お前は傘を差せ。わけわからんよ。意味がわからんよ。以上です。少し食い散らかして、誰も見てねえミクシーに切ったねえケツの写真でもアップしてろ。いやいやいや、それが女ワンカッパーへの近道だろ。高みで待ってるぞ芋ババア。お前が高みにいるんか。ワンカッパーの高みだと思ってるから。ワンカッパーの高みって何なんだよ。上質なワンカッパー、うん、2杯飲むくのかな。ツーカッパーじゃないよ。バカバカしラジオネームお湯。先週収録回だったため2週分溜まってますのでトピックスを短くまとめてお送りします。サエコ社長と破局、片岡鶴太郎氏離婚、嫁がヨガ中心の生活についていけないという至極真っ当な理由、甲子園出場の監督、文武両道なんて無理、うちは野球しかやらせない、対戦相手の子がかき氷を食べてたけどうちは許さんと言ってたが1回戦敗退、かき氷を食べてた高校はベスト8まで進出、世界陸上日本は男子 400m リレーと男子 50km 競歩でメダル獲得、日本人は短い距離を走るのと長い距離を歩くのが得意という不思議な国民性に、舛添前都知事 現在月収11万、ワンカッパーの仲間入りマジかと。鶴太郎さんそうですね、うん、何なのヨガ中心の生活。サバンナの八木くんの膝中心の生活じゃない。ギャグじゃないよ。大真面目に7時間前に起きるわ。120歳まで行きたいですね。そんな感じで。そんな感じで120まで生きて楽しい。いや、それがでも生きる喜びなんでしょうね。ね、もう世界にはもう鶴太郎さんしかいないだろうな、その頃。絶滅しちゃうが持たない。そこまでの少子化じゃないでしょ。ラジオネームフォアブル昆虫記。ビッグダディこと橋本清氏、林下か、林下清氏、はい、AV 出演決定、それについてブログでこんなこと言ってたな、今までもそんなオファーはありましたが全く気持ちが動かなかったのは単純に面白そうじゃないという理由ですし、今回お受けしたのも面白そうだという単純な理由です。何ごちゃごちゃ抜かしてんだ。可愛い AV 女優とセックスできるなんて童貞にとって最高のご褒美じゃねえか。何も考えず無条件で飛びつくのが真の童貞ってもんだろ。俺なんか筆下ろし企画に応募して何回も落とされてんのに、少しテレビでチヤホヤされずについていけないという至極真っ当な理由。甲子園出場の監督、文武両道なんて無理、うちは野球しかやらせない、対戦相手の子がかき氷を食べてたけどうちは許さんと言ってたが1回戦敗退、かき氷を食べてた高校はベスト8まで進出、世界陸上日本は男子 400m リレーと男子 50km 競歩でメダル獲得、日本人は短い距離を走るのと長い距離を歩くのが得意という不思議な国民性に、舛添前都知事 現在月収11万、ワンカッパーの仲間入りマジかと。鶴太郎さんそうですね、うん。何なの？ヨガ中心の生活。サバンナの八木くんの膝中心の生活じゃない。ギャグじゃないよ。大真面目に7時間前に起きるわ。120歳まで行きたいですね。そんな感じで。そんな感じで120まで生きて楽しい。
で、それがでも生きる喜びになるんでしょうね。ね、うん、もう世界にはもう鶴太郎さんしかいないだろうな、その頃。絶滅して自分が持たない。怒られんの？いやいや、そこまでの少子化じゃないでしょ。ラジオネームファーブル昆虫記。ビッグダディこと橋本清氏、林下か、林下清氏、はいはい、AV 出演決定。それについてブログでこんなこと言ってたな、今までもそんなオファーはありましたが、全く気持ちが動かなかったのは単純に面白そうじゃないという理由ですし、今回お受けしたのも面白そうだという単純な理由です。何ごちゃごちゃ抜かしてんだ。可愛い AV 女優とセックスできるなんて童貞にとって最高のご褒美じゃねえか。何も考えず無条件で飛びつくのが真の童貞ってもんだろ。俺なんか筆下ろし企画に応募して何回も落とされてんのに、少しテレビでチヤホヤされたからって童貞のくせにセックスブルジョはぶってんじゃねえよ。え？ビッグダディは他の男優と女優にセックスについて抗議する役回り？絡みはなし。なんだよビッグダディのジャン、なんだよビッグダディのジャンピング土下座と中出しダディが見れるわけじゃねえのか。じゃあどっちにしろ見ねえわ。なんで童貞なんだよ。そこをちゃんと簡潔に言っていただかないと。あんな子だくさんの、ラジオネームね、うん、ただ病んでらっしゃる。ほのぼのした音楽が。うん、大丈夫。サイン Z、 胸も人生もすっかすかのザワチンさんがツイッターとインスタグラムでダサいポエムを披露していました。正面を向くひまわり、上を向くひまわり、下を向くひまわり、気持ちよさそうに上を向き、枯れる時には下を向いていく。風が強い時はお互いを支え合う。なんだか人間みたいな感じが好き。どうもプレバトでね、俳句の採点をしてます夏井いつきです。今回は俳句ではありませんが、このポエム採点しようと思います。まずひまわりを人間に例えるという表現、これは大昔からね、何千万という人間がすでにやってることです。この時点でまず2番煎じどころではありませんね。仮にこの例えを使うとしても、ザワチンさん独自の視線が盛り込まれていればまだ見ることもできようというところですが、それもありません。全くオリジナル性がなく、あなたのメイク同様誰かの真似をしているだけですね。判定は、才能なしです。ちなみにね、私なら、まあこう変えますね、このポエムをね。正面を向くチンコ、上を向くチンコ、下を向くチンコ、気持ちよさそうに上を向き、行った後は下を向いている。風が強い時は皮をかぶる。なんだか人間みたいな感じが好き。これでちょっとはポエムらしくなったでしょう。人の顔真似ばっかしてないでね、もっと勉強して出直してきなさい。いろんな人に怒られる。どうしようかな。そうですね。長崎、ラジオネーム長崎チンポン。クソガキこと寺田心くんが、ヒルナンデスに出演をし、90分で足が速くなるマル秘練習法を使って、本当に足が速くなるか検証していました。結果は検証失敗で、練習前よりも遅いタイムとなっていました。おい、寺田。残念だったな。お前いつも猫かぶって可愛い子演じてるけど、お前が必死に走ってる時の顔、鬼みてえだと。世間の連中はお前のこと天才子役って勘違いしてるみたいだけど、俺は騙されないよ。俺は知ってる。お前が生粋のマッドサイエンティストだってことをな。何を言ってんの。意味がわからない。なんでマッドサイエンティストなの。急なんだよ。